それでは前回中断したところから再開します。よし、そこだ。上に登ってってスルーすんな。左のでっかい宝箱が見えねえのかよ。ちょっとメフィスト、仕事中はゲーム禁止よ。ゲーム実況を見てんだよ。超面白そうだぜこのゲーム。仕事が終わってからにしてちょうだい。洗い物のカップが溜まっているのが見えないの？はいはい、見ながら洗えばいいだろ。たく、この俺様に命令するとは、いまいましい人間だぜ。っていうかメフィスト、何のゲームを見ているの？知らねえ。とにかく面白そうだぜ。配達員の主人公が悪魔のカッポする世界で荷物を届けるってやつ。まるで悪魔が開発したゲームみたい。悪魔だらけの世界に興味がある人なんていないと思うけど。コメントで聞いてみるか。おいお前、このゲームのタイトルを教えろと。お、別のコメントで返信が来たぜ。あ、なになに？リボーンライジングっていう新しいゲームだと。ああ、あのひなさんっていう女の人のゲームよ。昨日早速アップしたのね。やっぱ俺様の言う通りだっただろ。プレイヤーに評価させればいいんだ。このゲームかなり盛り上がってるぞ。あら、それならバグの修正に時間を取られてコーヒーを飲みに来る暇もなくなるかしらね。そやつにコーヒーを飲む暇がなくなれば、お主もコーヒーを作る暇がなくなるぞ。うぎゃぎゃ、一体どこから湧いてきやがった。セラ、どうしてお店に？どうしてじゃと？古い仲間とコーヒーを飲みたいと思うのがそんなに悪いか？コーヒーが飲みたいのなら電話してくれればメフィストに届けてもらうのに。デリバリーは不要じゃ。セラヒックスを一つ頼む。わかった、ちょっと待ってね。セラちゃん専用のメニューですね。実際に作ってみた人はいるでしょうか？スタッフの人は作っているでしょうね。ちょっとアレンジしましょう。甘くしてあげようかな。セラちゃん、気苦労多そうだし。結構溜め込む性格してそう。カフェチェーンを立ち上げて、お主のコーヒーを世界に広めれば、少しは世の中も平和になるかもな。それって皮肉で言っているんでしょう。コーヒーも飲んだことだし、本題に入ろうかな。時間を無駄にはできん。お主、ゲームには詳しいか？一週間前の私なら詳しくないって答えたと思うけど、今はそこそこ。それなら、あるゲームがネットで話題になっているのを知っているか？知ってるぜ。あちこちの実況者がこぞってやってるこのゲームだろ。どれ、見せてみるがいい。情報は本当だったか。人気沸騰の問題作が確かに存在している。問題作？このゲーム、タイトルは何じゃったかな。リボーンライジング。そう、それじゃ。このリボーンライジングというゲームだが、何やら悪魔の気配がするんじゃ。え、嘘でしょ？ちょっと待ってよセラ。つまりこのゲームが悪魔と関係しているってこと？
いかにも。これは悪魔に呪われたゲームじゃ。でも悪魔がコンピュータープログラムにまで影響を与えるなんて今まで聞いたことがないけど。そりゃそうだ。俺様が話したことがねえだけで可能っちゃ可能だ。確かに。そういうあなたもついこの前ハッキングをしていたっけ。実際にはデータを調べただけで直接コードを改ざんしたわけじゃねえがな。もしかしたらコードを悪魔の分かる呪文に変える魔法が必要なのかも。そんなことするぐらいならコードを可視化する魔法の画面を開発して直接思念を送った方が早いぜ。二人ともそこまでじゃ。とにかくこの記事を読むがよい。これは女神記団？ここの常連でもあるナタリーの書いた都市伝説じゃ。とはいえ今回のはノンフィクションじゃがな。どれどれ。ゲーム中毒が原因？アローラ連続昏睡事件の再来か？今ネットを騒がせているリボンライジング。しかしこの人気ゲームにも思わぬ落とし穴が。噂によるとゲームに熱中するあまり中毒症状を起こすプレイヤーが続出しているとか。食事も睡眠も取らずにゲームを続け極度の疲労から失神しているそうです。言った通りじゃろ。わしも多くのゲームを知っているがここまでプレイヤーに悪影響を与えるゲームは初めてじゃ。まるでゲームのコードに潜む悪魔が影からプレイヤーを操りその精神を乗っ取っているように見える。わしの推測が正しければ悪魔のかけらの最後の一つがこのゲームに関わっているはずじゃ。ヒナさん。アフォガートよ。その表情を見るに何か心当たりがあるんじゃな。ええ、実はね、このゲームを作った人がちょうど昨日今あなたの座っている席でコーヒーを飲んでいたの。ほほう。世間は広いようで狭いとはまさにこのこと。でも不思議なことに彼女から悪魔の気配は感じられなかったわ。いずれにしろすでに調査対象が分かっているのなら話は早い。いいか、必ずこの日付までに任務を完了するんじゃぞ。分かった、全力を尽くすわ。それとな、アフォガート、これが最後の悪魔のかけらじゃ。大胆かつ慎重に調査を進めるように。くれぐれも何かを見逃して足元を救われることのないようにな。任せてちょうだい。お人よしな赤髪の魔女として危険が迫っている人を黙って見ているわけにはいかないわ。やはりお主は昔と同じじゃな。ちっとも変わっておらん。ひなさんの心の中に本当に悪魔が潜んでいるのかしら。あの突飛で変わった性格ももしかしたら悪魔の影響かもしれねえぜ。私に考えがあるの。ひなさんって確か自分でゲーム会社をやってたわよね。それなら直接挨拶に行って悪魔の痕跡がないか確かめたらどうかしら。ナイスアイデアだ。あ、こういうのなんつったっけ、猫の穴に入らなければ子猫を得ず、虎穴に入らずんば孤児を得ずよ。細かいことは気にすんな。地獄だと猫も虎も大して変わらねえし。とにかく作戦はこうよ。ほうほう、なるほど。ラジャー、俺様に任せときな。ギフトショップに行きたいんですが夜は閉まっていますね。
エマは元気そう。またお店に来てくれるかな。いろいろ変わったアレンジのコーヒーを飲ませてみたい。秘密の計画ですか。危ないことはダメだよ。レンタル彼女を続けるよりはいいでしょうね。ムーンも喜ぶでしょう。ひなさんの会社へ行かなくちゃ。スーツとか持ってないけど。こんにちは。お邪魔してすみません。こんにちは。ようこそ小鳥プロダクションへ。起業してまだ1年余りの新しいゲーム会社だから、従業員は私を含めて4人だけなの。まずはプロジェクトマネージャーのユア、次にプログラマーの小春、最後がアートディレクターのミオよ。4人しかいないのにゲームが作れちゃうんですか？体験版はボリュームが小さいからね。4人だけでも1年あれば完成できる。しかも作業を軽減するため素材の多くは外注にしているの。分かったような、分からないような。そういえば、あなたとあの女性店員さんには感謝しないとね。ゲームをネットにアップするっていうアドバイスがなかったら、ここまでたくさんの人にプレイしてもらえなかったもの。悪魔を蹴散らしながら配達するゲームが人間に受けるなんて、あいつも思ってなかったでしょうね。あの店員さん、今日は一緒じゃないの？メフィストは、急用で実家に帰っているんです。何でも火事があったとか。そう、それは大変ね。次回は必ず連れてきて。あ、はい、次回は必ず。それじゃあ会社の中を見て回りましょうか。今いるのは開発室。空席も多いし、そろそろ新しい従業員を募集しようと思っているところなの。こっちが会議室で、あっちがサーバールーム。そしてここが社長室。普段は外出が多いからあまり使ってないけどね。ヒナ、ちょっと来てくれる？またバグが出ちゃってさ。今行く。ごめんね、アメリア。すぐに戻るわ。またこのバグ。この前直したところじゃないの？この前のやつはもう直ってる。今回のは新しいバグ。再現が難しいんだけど。ひなさんは席を外しているし、今がチャンスね。ちょっと、メフィスト、どこにいるの？俺様ならここだ！しー、気づかれちゃうじゃない。安心しろ！お前にしか俺の姿が見えないように魔法をかけておいた。どう？悪魔のかけらの痕跡は見つかった？残念だが、開発室はお前の銀行口座と同じくらいすっからかん。残っているものなんて何もねえぜ。従業員の方はどう？体に何か異常はない？一通り見てみたが、変わった様子はねえな。ウィッチビジョンで調べてみたらどうだ？どれどれ。
変ね。ゲームと悪魔に関係があるのなら、なぜどこにも悪魔の痕跡がないのかしら。論理的に考えても、悪魔が現実世界に干渉すれば、魔力の気配は絶対に残る。現実の世界はコンクリートみたいなもんでな。悪魔は固まったコンクリートを液状に戻すことができるんだが、コンクリートが再び固まった時に、どうしても悪魔の足跡が表面に残っちまうんだ。でも。でも？悪魔がコンクリートの上を歩いてなければ話は別よ。悪い悪い。待たせたわね、アガサ。私の名前はアフォガートなんですけど。はあ、ごめんなさいね。名前を覚えるのは苦手で。ひなさん、今日はここまでにしましょうか。なんだかお忙しそうですし。大丈夫大丈夫。ちょっとしたバグの修正だから。ゲーム制作ってバグとの戦いなの。慣れればどうってことないわ。ひなさん、あくまで噂なんですが、このゲームをプレイした人に何らかの中毒症状が見られるらしいんです。知ってる。だから体験版のダウンロードも停止しているの。早く具合が良くなるといいんだけど。とはいえ、すでにゲームの海賊版がネット上に流出しているみたいですよ。それはどうしようもない。私だって被害者みたいなもんだし。今回の事件はどうも裏があるように思います。ゲームの開発中に何か変わったことはありませんでしたか？変わったことって、超常現象みたいな、そんな感じでしょうか。そう言われてみると、今でも腑に落ちない出来事が一つあったかな。仕事こそゲームクリエイターだけど、実はプライベートでは魔法とか超能力とかの超常現象にすごく興味があってね。プログラミングだって私にとっては不思議。コードの羅列でゲームができるなんて魔法みたいじゃない。ただ今回の体験版ではデバッグやテストで問題のなかったコードが実際のプレイ中にバグを起こしていてね。修正したそばからまた新しいバグが生まれるの繰り返しで、正直わけがわからないの。なんだかまるで、まるで、まるでバグが自己増殖しているような感じ。つまり新しい従業員を募集しているのもバグを修正するためってことですか？私たちの力不足が原因だとしたら、その道のプロに任せればうまく修正できるかもしれないと思って。魔法のようなコードに自己増殖するバグ。ひなさん、こんなことを言うのもあれなんですけど、あなたのゲームには悪魔が潜んでいるかもしれません。悪魔ですって？その通り、ゲームに悪魔が取り付いているんです。そして私ならその悪魔を退治できます。本気で言ってるの、アビゲイル？もちろん本気です。先に断っておきますけど、決して頭がおかしいわけじゃないですから。大家さんは精神科のお医者さんですけどね。ここで一番頭がおかしいのは私だって思ってた。あなた本当に悪魔退治なんてできるの？はい。今から言う話は信じられないかもしれませんが、どうか最後まで聞いてください。実は私、普通のカフェの店長じゃなくて、ま、ストップ。その先は言わなくていい。あなたを信じるわ。え、信じるって本当に？ええ、信じる。技術的な面でできることは全部やった。もしかしたら今は超常的な面から解決方法を模索する時なのかも。あ、ここがサーバールーム。
ゲームに関する全ての文書やプログラムコードが保管されている場所よ。早速始めちゃって、終わったら声をかけてね。はい。最後にもう一度お尋ねしますが、本当に私を信じてくれるんですか？ええ、信じる。あなたにはこの窮地を救う力がある。そう直感が告げている。そして私の直感はいつだって正しかった。あんなペテン師の口車に乗るなんて、やっぱボスの頭おかしくなっちゃったんじゃ。先週もお札を貼ってもらうとか言っていたものね。方法は見つかった？んなすぐに見つかるかよ。バーチャルの世界に入る悪魔なんて俺が初めてだぜ。その意味分かってんのか？でも現実世界にいないってことはバーチャルの世界にいるはず。他の悪魔がバーチャルの世界に入れるんならあなたにだってできるでしょ。信じてるわよ。分かった分かった、なんとかしてみるから、もうちょっと時間を稼いでくれ。いいな。アマンダ、大丈夫なの？大丈夫です。すぐに始めますから。時間稼ぎ時間稼ぎ。あ、アブラカダブラアブラカダブラアブラカダブラ、あ、油売ってるわ。うん、油がどうかした？お静かに、魔法をかけているところなんです。南無蓮華経、南無蓮華経、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。まだだアフォガート、もうちょっと頑張ってくれ。あと少し時間が必要なんだ。ジュゲムジュゲム、五行のすり切れ、カイジャリ水魚の水魚末。なんでもいいから、適当に早口でまくし立てればいいんだよ。そうすりゃ誰も内容なんてわからねえだろ。いいから、ジョークはどうなの？あと少し、最後の一押しを。よっしゃ、やったぜ。さすがは俺様。アホガート、バーチャルの世界に入る準備はいいか？準備 OK、 行くわよ。荷物を届けるのが目的ですね。荷物を人に例えればキャラクターを守りながらゴールまで導くタイプのマップだと思っていいでしょう。どの子を連れて行こうかな。成功だ。見ろアホガート、これがバーチャルの世界だ。私たち、どうしちゃったの？ここはどこ？私は誰？あなた一体何をしたの？呪文でお前の精神をコピーして分身を作った後、その分身をデータに変換し、最後にサーバーに送信したってわけだ。どうだ？すげえだろ？バーチャルの世界にいるんだぞ！俺様の考えによると、悪魔もバーチャルの世界に分身を生み出しているはず。似たような方法を使ってね。そしてその分身から新たなコードが次々と生み出され、バグの発生へとつながった。つまりサーバーに潜む悪魔の分身を退治すればバグも消えるってこと？理論上はそういうこったな。だがサーバーの中は広い。分身が何匹いるか分かったもんじゃねえぞ。俺たちの予想が正しいかどうかを確かめるためにも、まずは分身の一匹を退治してみようぜ。おや、旅の人か。
悪魔に支配されたこの荒野の地でまさか人間に会えるとはな。こんにちは。時間があれば少し足を止めて私の頼みを聞いてくれないか。私は配達員をしていてね、荷物を目的地に届けないといけないんだが、道中悪魔が多くてうまく通れないんだ。だからもしこの先を進むのなら、この荷物を代わりに届けてくれないか。いいですよ。心優しき旅の人よ、ありがとう。あなたはどうするんですか？ここから動かなくていいんですか？心優しき旅の人よ、ありがとう。元の道を戻るつもりですか？心優しき旅の人よ、ありがとう。報酬か何かはないんですか？心優しき旅の人よ、ありがとう。リボーンライジングアセットアドレッサブルリソーセスゲームフローチャプター3エピソード0204サーチングエラーミッシングアセット。メフィスト、何を言っているの？なんでもね、ゲームエンジンにストーリーを読み込ませようと試してみたが、やっぱダメだな、バグがある。なるほど、さっぱりわからないわ。それで結局今から何をすればいいの？そりゃもちろん荷物を目的地に届けるんだよ。悪魔の影響もあるけど、ひなさんのゲームもすごく面白いんでしょうね。メフィストちゃんはゲーム好きみたいだけど、配信をやってみたら？地獄から来た大悪魔っていう設定で。Thank you.
オードリー、オードリー、起きて、オードリー、大丈夫？ここはどこ？一体何があったんです？魔法をかけている途中で突然気を失ったのよ。そうでしたっけ何も覚えてなくて。5分程度で済んだからいいものの、このまま起きなかったら救急車を呼ぶところだったわ。そうだ、ゲームはどうなりました？ボス、サーバーのファイルが更新されてる。何ですって？誰か新しいファイルをアップした？ううん、みんなサーバールームの騒ぎに夢中だったし。ちょっと見せて。こんなのありえない。さっきのバグが跡形もないなんて。奇跡、まさに奇跡。魔法の効果だわ。あなたのおかげよ、アフォガート。やっと正しい名前を呼んでくれましたね。ボス、落ち着いて。単なる偶然かもしれないし、むやみに信じない方がいいよ。その通り。仮に魔法の効果だとしたら、プログラマーの出番はないってことになる。アフォガート、もう一度やってみてくれない？バグが消えたのが偶然かどうか、私も確かめたいの。それはちょっと難しいかも。お願い、アフォガート、もう一度だけ。じゃあもう一度だけやってみます。連戦ですね。さっきと同じ編成でいいかな？アホガード、無茶は禁物だ。バーチャルの世界はまだわからないことが多い。むやみやたらに出入りしたら。新しい友達のためだもの。もう一度だけやってみましょう。補欠に入らずんば孤児を得ずでしょ。こんにちは、旅の人よ。見たところ、あなたも決まった場所を行き来する配達員のようだね。実は卑劣な悪魔どもに荷物を盗まれてしまって、悪魔を倒して荷物を取り返し目的地まで安全に届けてくれたら報酬をあげよう。わかりました。っていうか、そうするしか選択肢はないようだし。
仕事って大変なのね。うちのカフェがデリバリーをやってなくてよかったぜ。あちこち走り回るのなんてごめんだからな。アホガート、気がついたのね。私、また気を失ってました。ええ、今回も5分ぐらいね。私は普通の人間なので、魔法を使いすぎると体が持たないんです。バグは、魔法でバグは消えたの？わかりません、何も覚えてなくて。そんな、ありえない。バグが、また減った。これは偶然、単なる偶然に違いない。すごい、あれだけ時間をかけても解消しなかったバグが何事もなかったかのように消えるなんて奇跡。きっと奇跡よ。魔法も奇跡もこの世に実在していた。そうだ、どうやってお礼をしたらいい？金額を言ってちょうだい。いえ、空の小切手を切ってもいいわ。そんなとんでもない。私は単に人助けが好きなだけで、物質的な見返りを求めたことはありません。そうだ、従業員の方たちにコーヒーでも買ってあげてください。インスタントばかりじゃ味気ないですから。いいわ、従業員全員に1日3杯、注文1回につき20杯を定期購入する契約を結びましょう。ちょっとひなさん、落ち着いてください。そんな大量の注文、とてもじゃないけど受けられません。大丈夫、コーヒーさえ入れておいてくれれば誰かに取りに行かせるから。決まりね。あの、まだフラフラするので、とにかく今日は帰って休みます。へえ、わかった。帰ってゆっくり休んでちょうだい。一人で帰れる？タクシーを呼ぼうか？大丈夫です、本当に地下鉄で帰りますから。そんなのダメ、待ってて。よし、タクシーを呼んでおいたから私の名前を言って乗ればいいわ。はい、ありがとうございます。今日は本当に助かったわ、アフォガート。次また困ったことがあったらここに来て魔法をかけてもらえる？確約はできません。数日は休まないといけないだろうし。それもそうね。なら体が良くなったら真っ先に連絡をちょうだい。はい。ひなさんと仲良くなれました。今度泊まりに行っていいですか？いえ、会社じゃなくてお家の方です。スマホのメッセージを見ておこうかな。デーブさんからですね。家賃ならお店に取りに来てください。コーヒーをお付けしますよ。葵ちゃん、こんにちは。お泊まりデートのこと考えてくれた？
次の日は完全に休みがいいかな。だって朝まで寝かせてあげないからね。セラちゃんはどこに住んでいるんでしょう。行ってみたい。葵ちゃんと一緒なら入れてくれるでしょう。ここで休憩します。それではまた。